私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。注文していないテキーラが勝手に出てきて、会計時にその代金も含まれた額を請求されたそうです。坂口安里、10万円振り込め、ファンを使って、睡眠薬、入手疑惑、続いて、金をせびる、一時は被害届も、金銭トラブルで一時は被害届が提出されるという話も、坂口の義士による暴露はこれだけにとどまらない。新一さんのバー、ハイカラ、での金銭トラブルを坂口は複数抱え、一時は被害届が提出されるという話も持ち上がっていたというのだ。A さんによると、坂口さんは11月からハイカラに出勤するようになったそうです。もちろん店に訪れた客からの売り上げもありますが、坂口さんと新一さんは店でライブ配信を行い、視聴者からシャンパン代を振り込ませていたのです。しかし、お金を振り込んでも必ずしもその配信上でシャンパンが開くわけではなかったそう。そのため振り込んだお金が何に使われているかわからず坂口さんを問い詰めた人もいたそうです。ライブ配信の視聴者がシャンパン代として振り込みました。月にお使いくださいとコメントしていたのを自分勝手に解釈して、好きに使っていいって言ったじゃん。という言い分なんだとか。客が新一さんにダイレクトメッセージでシャンパンの金額を確認すると、より高いものをねだってくることもあったという。さらに、ハイカラでは店を訪れた客からも被害を訴える声が上がっている。注文していないテキーラが勝手に出てきて会計時にその代金も含まれた額を請求されたそうです。坂口は店以外でもファンに金銭を要求していたようで、これを暴露したのは坂口さんの夫新一さんの実子で坂口さんの義士にあたる A さんです。坂口さんと新一さんは今年の6月8日にわずか12日の交際期間で結婚。しかし、翌月には、坂口さんのインスタグラムのストーリーズに、夫への愚痴が目立つようになり、離婚騒動を巻き起こしていました。11月18日に、週刊女性プライムが報じた、坂口安里がファンを利用して、睡眠薬を入手したという疑惑。坂口の女性ファンの友人に、受診させて、処方された睡眠薬を受け取り、それを別の人物に横流ししていたという違法行為だ。横流しだけでなく、この睡眠薬の代金も支払っていないという。10万円振り込みしてもらいたい。LINE やダイレクトメッセージで、10万円振り込みしてもらいたい、などと彼の無心をしています。坂口さんが足に怪我をした時には、心配して必要なものがあるか連絡したファンに対し、タクシー代、と答えるなど、とにかくお金への執着がすごいんですよね。11月23日には、インスタグラムのストーリーズで、お姉さん家族の嫌がらせが、うんざり、これ以上のことしたり、人のせいにしてたら知らないから、と、義士の暴露に対抗した坂口。果たしてこの騒動は、どう着地するのか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。